1990年代のトレンディードラマのヒットメーカー、漫画家のサイモン・フミは、東京ラブストーリーやアスナロ白書といった自身の漫画原作ドラマが18本以上ある。幼い頃から漫画を描くことが好きで、一条ゆかりなどに影響を受けた。お茶の水女子大学文教育学部哲学科へ入学、島耕作や黄昏流星群の広金剣士のアシスタントに入った。アシスタント当初は絵が下手で炊事係を任されていた。蜘蛛男フンバルでデビュー。サイモンは神田田白書というタイトルにしたかったが、編集の思いつきで蜘蛛男になった。初連載 PS 元気です春平が人気作になる。ちなみに蜘蛛男編集は浪人生はデカパンとつけようとしていた。女性像をリアルに描き多くのファンを獲得。漫画やエッセイ、ドラマも大ヒットし、恋愛の教祖などと呼ばれるようになった。広金剣士と結婚しており、息子は漫画家の西倉真空、娘の夫はお笑い芸人のカズマスパーキン。